それでは牛久選手の試合前インタビューを行いたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャルから質問です。現在の心境はいかがでしょうか？すごくもう楽しみにしていてワクワクしています。公開練習の時は黒髪だったと思うんですけど、はい、今回イメチェンで金髪に。そうですね、はい。まあ自分でもちょっと似合ってるなと思いますね。ありがとうございます。対戦相手の印象を改めて教えていただけますか？そうですね、やっぱり、オールラウンダーで、総合でとても強い選手だと思います。はい。で、会見で言った通り際の攻防になった時のその例えばサッカーボールだったりそういう際の攻防の反応がすごく早いなっていう印象もすごくあります。ご自身でどんな試合展開になると予想しますか？そうですね、かなり、きついしんどい展開になると思うんで、どの場面でもきっちり戦える準備をしてきたんでそれを出すだけです。ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。その他ご質問ある方いらっしゃいましたら媒体名とお名前とご質問をお願いいたします。マスコミの方ご質問ある方いらっしゃいましたら媒体名とお名前とご質問をお願いします。今回ライジン初参戦ということですが、はい、周りから反響などはありましたか？そうですね、それはやっぱりありましたね。はい、応援してるよとかなんかすごい声かけてもらえることが多くなりましたね。はい、ありがとうございます。マスコミの方ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？はい、それではeファイト松井さんお願いします。はい、ファイトの松井と申します。試合前ありがとうございます。まずタイトルマッチその、挑戦権を手に入れた時の心境から伺いたいんですけども。そうですね、最初タイトルマッチ決まった時にやっぱりまさか決まるとは思ってなかったんで、正直びっくりしましたね。であと斉藤選手ともずっとやりたかったんで、その気持ちは変わらずすごく嬉しかったです。斉藤選手は、ね、相手の嫌なことをやるとこう断言してますけれども、はい、ご自身ではその発言を受けてどう思ってますか？そうですね、別に、はい、僕は僕の、ね、やることをやるだけなんで、はい。またライディのコンフェッションズの、VTR の中で横田代表のことをちょっとディスペるようなねシーンがあったんですけれども、ご自身はどう感じているんでしょうか？そうですね、いろんな見方があるなと思っています。あんまりこう腹を立ててない？そうですね、別に腹は立ててないですね。はい。あと朝倉未来選手がね、斉藤選手に挑戦状を叩きつけてますけれども、これに対しては？まずこの試合があるよっていうのを見せますんで、はい。身長穏やかじゃないですか？はい。身長穏やかではないですか？その挑戦その自分を置いといて、その斉藤選手に対して挑戦状っていうのは腹立たしくないですか？それは思いますね。はい。だからまずは俺を倒してからにしろよっていう気持ちはありますね。はい。大丈夫ですか？答えます。わかりました。ありがとうございました。大丈夫ですか？はい。ありがとうございます。はい。はい。はい、では続いて権格松山さんお願いします。はい、権格松山です。よろしくお願いします。お願いします。先ほどずっとやりたかったというコメントありましたけれど、はい、中東王者もう今返上しましたけどの斉藤豊選手に対してその、ディープで戦っているパンクラスディープで戦っている身として、どのように見ていましたか？
やっぱり、間違いなく日本のトップの選手で、まあ、すごく、全部ができてすごく強い選手なんで、やっぱりそういう選手に食らいついていきたいっていう僕の気持ちが強くあります。うん、ディープ勢では山瀬選手は朝倉未来選手に敗れて、はい、今回は中村大輔選手も出場しますけれど、ディープのチャンピオンとして、大臣に出て、やはりこう強さを見せたいという気持ちはありますか？あ、それはもちろんありますね。僕はディープ代表として出るんで、その強さをしっかりアピールしていきます。うん、ディープルールは、まあ、ライジンルールとは違うとはいえ、そのサッカーキックなどのこう際の攻防では、ずっとやってきた、ここ数試合やってきたってい う, こう自負もありますか？はい、はい、もちろんあります。でやっぱり練習の中でも、その際になった時に、あ、このポジションで打てるなとか、そういう感覚も全部練習で掴んでるんで、そこは大丈夫です。なるほど。 しんどい展開になるという形を想定しています。そう、今おっしゃいましたけれど、勝負を決めるポイント、最後決めるのはどんな形になると思ってますか？そうですね、まあまだお互い、見せてない、部分もたくさんあると思うので、まあ、そこを、うん、まあ、しっかり出して、まあ、そこが多分キーポイントになると思います。なるほど。出してないものを練習でしてきた。はい、ちょっと言うとどんなところでしょうか？まあ、そこもお楽しみですよ。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。追加でご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？松山さん、はい、追加ご質問ありますか？いいですか、すみません、ごめんなさい、はい、じゃあ1個だけ申し訳ない。テイクダウンについて、牛久選手は斉藤選手をテイクダウンできると自信があるか、そしてその中でテイクダウンのその先についてどのくらい今回、手応えを得てますか？あ、そうですね、テイクダウンできる自信もあります。しっかり、イメージできてます。で、まあ、その後の展開もしっかりそのライジンにのルールに合わせていろいろと準備してきたんで、まあ、それは自信持ってやっていきます。はい、つまりフィニッシュにつながる動きがあるということですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。その他追加ご質問大丈夫でしょうか？はい、それでは牛久選手試合前インタビュー終了になります。ありがとうございました。